はい、ありがとうございます。マシャクです。よろしくお願いしまーす。では、両取り初代ポケモンの強さを分からせてやった、スタンドバージョンね。最終回行きましょう。ここはレッド戦と、霞戦か。怪しいけど、まあなんとかなるでしょう。まあ霞戦も地震でご利用するんじゃないかな。どの道あれだったね。地震ないと関東のトレーナー多分無理だったから、普通に最初からしてんのを地震覚えさせておけばよかったな。今更だけどね。この辺も一撃で落ちるんだったら、スターミーとかぐらいなら落とせそうだけど。ラプラスだけ怖いか？この後は大丈夫だよね、多分。ちょろそうだね。よかった。なんか誰かの時苦戦したから。たまにこの関東のさ、チームリーダーでも苦戦するパターンの時、ちょっとね、イラッとするんですよね。はい、サイホンね。まあ、地震ゲーですね。まあ、300だもんな。はい。それにしてもヒッキーの後ろ姿、結構ナンバーワンぐらいかっこいいな、今のところ。正面は微妙だけどね。まあ、レッド戦をね、どうするかをちゃんと考えないと。でも結局あれなのよね。似たように出してくるポケモンがわかんないと、ちょっと、あんまり作戦考えれないですね。じゃあ、カズミ戦ね。あ、エッチー。かわいい。いやー、来週は絶対に行くからなぁ。水着ね。水でも着てもらう？あ、オッケー。やりましたね。最近ほんとなぁ、仕事まみれで。よくないね。やっぱさ、仕事の疲れを癒すためだけの休みになるパターンの、ループは本当に良くないよね。幸福度下がっちゃうから攻撃とかすごい高いな。テラプラス、あ、ここ問題です。はい、いや、頭突きから入った方が良かったのではないか。間違えてないか、俺間違えてないか。やるのかい。やった。ラプラス一撃でいけんだこれで。だとしたらもうごめんなさい、ほぼ一撃なんじゃないこの後。唯一倒せなそうなのモンジャラぐらいじゃない。あとギャラドスとかいたっけ。やっぱ初代は地面タイプだと楽ですね。はい、いやだからさ、今日も結局ね、まあ3度1日かけてやってるんですけど、まあ、本当はもっとやる予定だったんだけどさ、途中でまあやっぱね、ダラダラしちゃったよね。何歳になってもやっぱダラダラはするよね。朝もね、ゆっくり起きたし。なんでエレブからなんだろう。不思議な順番。エレブ最後だよね、多分。マルマインを先に出さない理由が全然わかんないんだけど、何があったんだろう、これ。謎じゃない。エレブにだけ地面タイプを打破する方法があったのかな。なんなら丸マインの方が早くてありそうだけど。ああ、勝てないのね。残念でした。あれ、俺なんで7ダメ減ってたっけ。あれ俺なんで7ダメージ受けてんだろう。記憶にねえや。あ、誰かから電光石火を受けた系かな。で、レアコイル。まあ、やっぱね、ほんと、さっきも言ったけど、初代の、まあ、初代はっていうか、初代のジムリーダーは地面タイプかなり楽だよ。この後も毒と、まあ草ぐらいか。まあ火もだしね。榊も大事。榊じゃねえか。グリーンか。グリーンはわかんねえや。何回やってもグリーンの手持ち覚えらんない。はい。まあ唯一鬼門かもしれないエリカ。モンジャラだけちょっと怪しいよな。草か。まあ。75、半減で75の続き、あ、地震か頭突きするか、まあ、昼見狙った方がいいでしょうね。まあ、どの道一撃では無理でしょう。はい、オーケー、ほら来た。
ルツキがね、自信に嫉妬してます。これもジムリーダー戦で使ってくれよ、ひるませるからって。これにはね、聞こえていました。ああ、ここでもルツキ必要じゃん。え、飛行あるよね、こいつ使ったことねえからわかんないけど。ああ、うわ、気持ち悪い。種植えられた。ヤドリギね、自分で使うときはいい技だなって思うと、けどやられるときはね、卵を植え付けるって何？種か。気持ち悪いなって思っちゃうんだよな。まあ、この辺はさすがに落とすよね。ウツボット、はい。で、あ、綺麗花か。あれ、綺麗花も草単体？草だけか。まあ、毒用、毒毒したはないもん。日本バレー、まあ、先制されてたらやばかったけど、大丈夫そうですね。ヤドリギでも大丈夫。あ、ひるんだ。ここに来てね、ひるみのシャチくん健在。よし。相変わらず自分で自分のことをシャチくんと呼ぶのはだいぶ恥ずかしいな。やりました。エリカさんね、素敵です。じゃあ次行きましょう。はい、アンズちゃん行きましょう。で、コッパチね。これでも長い髪の子が前髪だけ上げておでこ出すのめっちゃ好きなんで、あれ可愛くないですか。クロバット 1AK 倒してほしいな。 OK、 そしたら地震で終わり。もう可愛い。あ、ヒッキーの話ね、アンズじゃなくて。ヒッキーが可愛いな。パート1以来じゃない？てか無双するの初めてかもな。パート1もなんだかんださ、まあ、2、3発かかって倒して、順調だったけど倒して、パート2は結構苦戦の時やって、天皇でボコボコにされて、ようやくだわ。やっぱこう無双するかいね、個人的にはね、欲しいんですよ。疲れちゃうしね。やっぱイライラだけしててもさ、ゲームで、ゲームって不思議だよな。楽しむためにやってんのにさ、なんか半分、まあ、半分は言い過ぎかな、半割ぐらいはイライラする出来事起きないですか。まあ俺が下手だからってなると思うけどね、ゲーム。まあでもなんかそういうことあるよな、不思議。あと勝てない時とか。次誰だっけ。あ、夏目ちゃんに会える、嬉しい。はいはい、好きです、かわいい。あー進めようね。やっぱ可愛い。やっぱ金銀の夏目だよな。ファイアレッドはちょっとね、なんかあれだったもんね。なんていうの、あの裏腹系っていうか。まあね、悪くないんだけど、まあ、あの髪色だったらもうちょっと髪短くあってほしいなって感じだったな。やっぱ金銀の夏目が至高だよな。結局一番可愛いです。女の子成分がね、最近足りてないからな。癒しが、癒しと癒しさが両方ね、必要ですよね。あ、可愛い。右足の曲げ方まで好き。はい、次行きましょう。はい、カツラ戦。まあ、ここも、いや、もうここも一撃だろうな。てか、一撃じゃない敵ないよね、今ところ。いたっけ？記憶にないな。あ、いた、モンジャラか。やっぱ、モンジャラさんは強いよな。モンジャラさ、でも、金銀だとちょっときつそうじゃない？やるの嫌だな。まあ、だいぶ後だと思うけど。あ、そういえば、だいぶ後といえばさ、次、サンドの次がさ、もう俺ウッキウキですよ。ニドラメスオスだもんね。うん、まあ、でも一つ問題があるとすれば月の石の手に入るね、タイミングよね。それが厳しいけどね。なんか貯金でも手に入る時あるから、それのタイミング次第では簡単ちゃかったのか。まあだから早くね、サンド終わらして次行きたいんですよね。早く、じゃあ本編か次から頑張りましょう。はい、そしたら行きましょう。レゴブロックのジム、よう来たなと。
いやでもここどうなんだ、ナッシーぐらいじゃない。連続切りあればよかった。連続切りのせいで負けてた気するけど、四天王は。はい、あのさ、グリーンの服の右下にあるあの丸いバッジみたいなやつさ、昔からついてるよ。あれ何なんだろう。エピジョットからね、ファイアレッドのフェザーダンスはだるかったな。ほら暗いな、緩めばいいだけ。あ、半分いかない。あー、あの物理技ね。え？いきなりの急所。こっちもやり返してやろう。いいんだよ。ああ、広まない。調子悪い。調子悪いな。いずれ10連続ぐらいでひるみを出すと予定なのに、なかなか出ないね。今実質ひるみだったな。ほんで、あ、ギャラドスか。忘れ、ギャラドスか。まあ、ズツックしかないんだけどね、俺には。頼みますよ。あ、ひるんだ。でもハイドロポンプ耐えるか微妙だな。いや耐えるか言うて。よいしょ、俺来たい。そういうことなんだよ。まあこうやってね、弱点の敵の時はちゃんと結果を出してくれるヒッキー。そうやればできるんだから、ヒッキーは大体そういうもん。やる気がないだけ。穴を、あ、待って、穴を掘られればよかったけど、ひるませればいいだけなんだよ、そう。ここで、ひるみか急所を出せば何の問題もないんだから。じゃあ、ひるめ。あー無理ですか ?135。無理か。あー、ふぅ、無理なんだな。よし。まあ、でも、とはいえやれることないんで、正直。まるでやれることがないから、まあ、雨乞いさせるのはありだよね。あ、間違えちゃったじゃん。ああ、ひどい。これはひどいね。実にひどい入りをしたけど、雨乞いさせて、ああ、頭突きね。翼で打つより強いね。どうしようかな、回復するか。もう今負けてなんか4万近く取られたからな。なかなか残酷な値段取られたよね。まあオウム返しか。まあこれは別にいいんだけど、次のギャラドスですね。まあピジョットでまたひるみが出てないということは、ギャラドスで2回出ると、そういう宿命なんですよ。いきましょう。はい、急所でもいい。ひるみ急所たまには見たいな。ほらひるむんだよな。ギャラドスひるみやすいのかな。見た目だけ怖いタイプか。あー、オッケー。思い通りすぎない？完璧な流れじゃんこれ。あー、よくない、これ。よくないな、どうしよう。ドロポンで負けんな。急所出してくれ。まあまあそんな思い通りにはいかないですよね。ここでひるませるしかない。そしたらひるませるしかないよ。はい、あー耐えねえよな。いや、ワンチャンじゃない。ワンチャンツーないね。急所でした。ふざけてやがる。はい、これはこれなぁ。まあでもね、まあ頭突きを転がるに変えるっていう手段があるな。おお、まあ、あー、ナイス。ギャラドスにだけこいつ、そういえば回復の次使うんだもんね。なんか知んないけど、これが良くないよな。あ、でもこれでワンチャン2発で倒せないかな。乱数次第で2発落としありえるよ。とりあえず初手は広ましていこう。頼む。または半分以上急所、どっちでもいい。ああ、
なんでだ。今までと違う攻撃はやめてほしいわ。雨乞いだったじゃんさっきまで。ああ、うおい。いや、やるしかないな。じゃあ回復してもね、避けるの待ちしててもしょうがないもん。ひろめ、ああ、どうしよう。いやもういいか、転がるか。転がりましょう。ラジが開かないこれは。昼間せ待ちっていうのもね。はい、行きます。ついに解禁。あ、封印してたわけじゃないんだけど、素早さ勝てなかったりさ、いろいろ避けられたりしたら無理だからやめといた技。行きますよ。俺は遠慮なく使います。これは丸くなると転がるは縛ってませんのでね。翼で打つ。まあ、結局まあ頭突きは結局あれなんで、技マシン変えるんでね、いいです。あ、なになになに、優勝じゃないの。あんな与える。転がるって初手で40あるんだっけ。忘れちゃった。これも勝ちだと思うんだけど、まあでもこれレッド戦でもこれになる可能性非常に高い。許してねこれは。まああのね、トゲトゲのある体で転がるんだから、普通のポケモンよりだいぶダメージでかいでしょうね。倒せよ。オッケーオッケーオッケー、優勝だとしたらさっきも勝ててた気するけどな。しね、まあここまで倒してくれればそれでいい、十分十分です。これは倒すよね。はい。転がるゲーが始まるな。こうなってしまうと当たるのを祈るぐらいしか俺がやれることはない。あー、素早さ負けるんかい。そう、このパターンがあるから転がるやめといたんです。このパターンがあると回復ができないんです。危ない。待ってね、次も転がる続くか。待って、何体目これ。4体目。新速でやばい。うん、いや待って、素早さ負けて大文字でもやばい。あー、終わった、終わったか。なんだ、はい、あー、火炎放射ね。いやこれダメージによってはやばいんだけど、素早さ負けてたら。はい、おい、あー、まあまあまあ、あー、素早さ勝ってるね。よかったです。やっぱ風鈴って早いな。さすがに落とすよね。最後の一体なんだろう。最後ってことはより弱点のやつだよね。全然思い出せない。こんなやついたっけ。あー、サイドンなんだ。まあでも別にサイドンか。何もお互い何もなの。自信されたらどんくらい受けんだろう。なんでサイドン最後なんだろうね。ウィンディー最後でいいじゃん。あー、一撃。いや普通に一撃すげえな。凄まじい攻撃力ですね。174か。素早さも何気に122になったのか。122でフーディンに勝てねえんだ。まあ今なったからちょっと低いけど。あ、これ、あ、どうだっけな。ピカチュウにギリ勝てんのかな。120ぐらいで勝てた記憶あんだけど。ではレッド戦ね、行きましょうか。はい、ということでね、レッド戦いきますよ。ついにレッド戦ですね。まあ、すべては2体目のポケモンにかかってるんですけど、あー、やべえ、先生の爪すべだった。ミスだな。ノーマル技ねえのにピンクのリボン持ってるもん。まあ、ヒッキーも女の子なんでね、おしゃれして臨みましょう。まあ、ここの甘えるはもうね、多分、ああ、もうこれはしょうがない。でもうまく決まらないんですよね。そういうことなんだよな。やっぱこれで転がるで、あ、電光石火してくれた。ナイス。不思議花とカメックスまで倒せてしまえば、もう余裕で終われる。いい？余裕で終わって。あー、勝ったわ。大丈夫これ。勝っちゃうよ、俺。でも、先制すんのかな、そもそも。それも怪しいよね。どっちで、カメックスっぽいな。あ、不思議、バナさんか。あ、バナさんか。あ、そうなんだ。
うあー先制しない、やばすぎ。はい、3発目先制しねえんだ、マジか。倒さない、倒さない、おお耐えるわけねえよな。168だよね。なるほどですね。はいはい、ということで不思議な飴を使って4レベル上げましたと。これで不思議花に先制取れればいいんだけどね。あと先制の爪も持たしたと。これでいきましょう。はい、あーなんか知んないけど甘えるは効かないありがてえ。これだ、レベル上がったからさ、あれだよね、不思議花も多分一撃で落とすじゃない。そしたら次多分カメックス来るのもおそらく一撃。あー先生の爪発動しないね。あ、だから電光石火か。あれ電光石火でも先生の爪発動したらどうなるどっちが優先されるんだろう、知らねえわそれ。まあでもこれで勝っちゃったら、どう勝ったら簡単だな、めちゃくちゃ。そしたら不思議花ね、まあ先制します。先制したのか先制の爪かは分かんないけど、とりあえずどの道耐えたところで勝てるね。 OK。 ごめんなさい、これつまんないこれつまんなくない、大丈夫。エカメックス、はい、行きましょう。先制するね。先制カメックスもな、でもカメックスも先制すんなら勝てんじゃねえかな、転がるじゃなくて。はい、オッケー。どうしよう、めちゃくちゃ簡単で、あ、デイビーね、これまだ続くっけ、ここまでだね、オッケー。まあこれは 100% 落ちるじゃん。であとリザードンとカビゴンかいやこれもさ、でも一緒になっちゃうな、これ良くない気がしてきたな。はい、カビゴンね、ポンポン、かわいい。でここでまあ地震でいっか、半分くらいいくんじゃねえかな、言うても。はい、どうでしょうか。あーあー、え、急所、急所じゃなくて、いや急所か、と忘れ。え、だってこれ絶対次眠るでしょ。はいえ、これ、あ、眠るだよね。あ、勝ったじゃん、じゃん。もう。8です。想像以上のあっけなさ。あ、そっか。でももうちょっと俺違う作戦も考えてたんだよな。まあ、とりあえず倒すか。当たればもう勝ちですよ。はい。転がる一発目でどんぐらいいくんだろうね。あー、こんぐらいね。響き。カビゴンののしかかりのダメージとか見たかったけどな、やっぱこんぐらいしか受けないもんね。さすがの防御力。そして転がる。ああでもリザードンもうなんかペシャンコになるとかいう次元じゃない、粉粉あれ、あー名前忘れちゃったな。モンスターハンターにこういうイボのまま転がってくる敵いなかったっけ。完全に名前忘れた。モンスターハンターやりてえな。一人でやっても不毛だし。あー待って、先制されるのは聞いてないわ。急所で負けんじゃねえのこれ、大丈夫。急所じゃなくても負けるんじゃない。172、ちょっと油断した完全に。やめて、危ない。あー当たった危なかったー。オッケー。ね、実に簡単でした。はい、結局ポケモン金銀の最強技は丸くなる頃があると、こういうことですね。能力値もこんな感じと。はい、簡単でしたね、随分と。あっさりだったな、やっぱ転がる良くないかな、もしかして良くない気がしてきたな。いや、ツボツボはまあしょうがねえかなって思ったんですけど、まあ、こうなっちゃうよな。いやでも素早さ次第では勝てなかったしな。まあそんな感じで、上等に初代ポケモンの強さを分からせてやった、
サンドバージョンね、無事クリアすることができました。ありがとうございます。まあ、サンドね、まあでも関東のジムは余裕でしたね、ほんと。うん。なんかさ、多分これ7時間ぐらいかかってるんですけど、めちゃくちゃかかったんだけど、なんか全体通してなんかすげえ余裕って感じじゃないけど、まあ、後半がね、サクサクだったんで楽しかったな、結果的には。まあ、超序盤もそんな難しくなかったから、やっぱ今後もでも岩地面タイプ来た時ね、どうしよっかなって感じよね。特に石粒って。あと岩アークもね、岩アークも結構序盤できちゃうんじゃない？岩アーク結構やばい気がするけど。うん、まあわかんないですけど。まあ、サンドはね、結構楽しみました。後ろ姿かっこよくて、あれ、よかったし。で、ちょっとレッド戦だけさ、ちょっとあれだったね。あっさりしすぎちゃってたんで、まあ転がる、丸くなる頃からね。まあ、サンドのね、丸くなるをね、最初からずっと頑張って取っといたっていうのは、俺はすごかったと思うんです、自分では。まあでもあれなんで、ちょっともう一個思いついてた戦法あるので、それで、この後ね、おまけでやろうかな。まあちょっと随分あっさりだったんで。まあ転がるなしでもちょっと戦ってみるので、よかったら、おまけもね、見てくれたら嬉しいです。はい、まあでもとりあえずね、ここで、本編は終わりとさせてもらいます。はい、いつもご視聴ありがとうございます。コメント高評価本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。はい、ということでおまけいきましょう。レッド戦ね、まあ転がるでね倒しても面白くないって方がいるかもしれないんで、まあ俺もね、まあ、あっさりしすぎて、ね、あれだったんでね。まあいきましょうか。レッド再生するためにね、四天王一回行ってるんで、レベル上がってます。77と。素早さ勝ってるといいんだけどなぁ。技こんな感じ。嵐から入りたいんだよね。はい。飛ばないぞ。なぜか知らないけど甘えさせてもらえない。まあ、こっちはヒッキーなんでね、人とのね、なんか触れ合いに慣れてないんで。で、初手外すとなんか知んないけど攻撃だよね。急に甘えられてもね、対応できないです。リアルの世界の俺もそれ。そして、ハンマー一撃でしょうね。で、次の不思議花よね。まあ、ここいろいろ考えたんですけど、まあ、見切りとさ、穴を掘るで避けるっていう作戦も考えたんですよ。まあ、でも、まあでもね、まあ、ソーラービームは多分地震2発でいける気するんだよね。攻撃力がバカ高いので、いけると思うよ。あ、いけるね。ソーラービームでも、あれでもいい。なんだっけ。日本バレね。まあ、これで倒してくれるのが一番良かったけど、足りないですね。はい。あ、よかった。今のが先生の爪だったら負けれたね。最初の方が。本当に先制できるっぽいな。カメックスが問題。まあ、爆裂パンチにかけるしかないんですけど。まあ、それか地震急所ね。ワンチャン雨乞いの可能性もあると思ってんだよな。よし、当てていく。急所で倒せも、もはや。もはや。あ、思ったより与えんな。え、地震で倒したら急所かい。でも倒せない。雨乞いがいいな。はい。あ、無理なのかな。土手並みのりっていうことは倒せない。え、負けるってことこれ。耐えないってことかな。220に耐えないの。だとしたら結構厳しいんだけど。耐えない、無理。はい、おーし。あぶねー。ここは倒しときましょうかね。ギリギリだったな、マジ。乱数で負けてたんじゃない。なるほど。いや、結構狙ったかのようなギリギリさだったな。次、エイフィーだっけ。いや、エイフィーの再起念もどうなんだ。これ耐えなきゃ無理だな、でも。で、まあ、ですよね。あの、これ半分以上受けたらもう無理じゃん。転生しない限り。どうなの？あ、無理じゃん。はい。ここにいたか、ストッパーが。そっか。そっか。俺じゃあさっき転がる運よく先制したのか。なるほどね。
そうだね、次のカメックス爆裂パンチの後に混乱引けば勝ちだね。またはひるみまくりか。よし、当てていく。さっき爆裂パンチ急所だったから当てた説もある。あー微妙だな地震で落とすかだいぶ微妙じゃないこれ。はい、あ、オッケー。まあ落ちることを祈るしかないねこれは。いや、これこそ砂嵐だったな。まあしょうがない。はい、これで倒せばいけるよ。あ、でも違うな、 AP がリフレクターとか小賢しいことしてきたら厳しいな。あああそれは一番ダメだわ、一番ダメなことされた。じゃあどうしよっかな。こうなっちゃったらもう無理だもんね。耐えんのか。はい、ああ、まあ耐えるね。そっか、じゃあ先生の爪に乗る以外俺にやれることはなくなってしまったというわけか。まあこういう時にね、引けないとダメよね。ここでエーフィーじゃなきゃいいんだけどな。はい、ああ、立ちふざかってくる。次1レベル上がって抜かねえかな素早さ。波乗りでも一応大丈夫。ああ溶けちゃったよこれじゃあダメじゃん。いやそうなんだよな、こんなん溶けんの早えよ。いやでも待って、先生の爪に変えたしエフィに素早さ勝ってるかもしれないので頑張ろう。はい、でこれでね勝てるしね、自信で。エフィに先生取るだけ。いやマジで素早さ何になってたっけ。でも140ぐらいないと多分無理だからな。 OK、でもここで先生の爪を発動すればいいだけなんだから頼ますよ。おまけなのに何回もやってらんないよこっちは。はい、これでなんか間違ってしねお願い。ああ残念。そろそろ勝たせてくださいレッドさん。あ、さっき惜しかったけどね。やっぱ結局転がるがないとこんなもんだよな。さっき砂嵐じゃなくて地震だったのかな俺。間違えたよな多分選択を。あ、急所に当たったか。これで波乗り怪しくなっちゃうんじゃん。不思議花でちょっと粘ってみる。ソーラービームだよ。ソーラービーム耐えないもんな絶対。まあ、この不思議花で爆裂パンチをするっていうタクもあるんじゃないかな。さっき雨乞いしてきたってことはワンチャン不思議花2本までもなくはないんじゃない。ないのかな。あと電光石火急所によって波乗り耐えない説あるんだよなこれ。あ、急所ありがとうございます今じゃねえのよな。カメックスでなやってほしいんだよな、そういうのお願いしますよ。とりあえず当てよ。はい、あー、なんかめっちゃ当たるな今日。それは嬉しい、それだけが救い。いやで次だよな、ここで。あ、でも雨乞いの可能性もあるのか。いやでもこの HP だとない。あー、わけわかん、オッケー、ナイス。あー微妙、いけるか、いけもう勝て、そろそろ。はい、まあ多分倒すよね。お願いしますよ。よし、ナイス、オッケー。急所ナイスすぎる、ついに来たわ。さすがにエフィは自信一発で落ちる。落ちなかったらもう罪だけど、ね、あ、罪じゃないわ、先生の罪がある。あー、先生の爪がある。あんだけ苦しませといて今出るのか。耐え根が耐えるよってなった時だけ先生の爪発動しやがった。まあ、ずっとお守りコマ持ってたけどさ。やりましたね。まあ、転がるがなくてもサンドパンでね、これで勝てるということが証明された。はい。いきますよ。爆裂パンチで。いや、砂嵐から入ろうか。いや、爆裂パンチだな。当たるんですよすごい、何連続で当ててんだ俺。5連続ぐらい、もうちょいか。さすがに落ちないのかな。あ、でもこれ調子乗ってるけどリザードンちょっと怪しいよね。火炎放射半分耐えなかったら無理か。砂嵐やっといた方がいいな多分。砂嵐からのとか、ずっと気でひるみ狙いしないといけないのかこれ。こんな溶けんの早ない。
あー、そっか。いや、どうしよっかな。この HP 回復待つのだるいね。いや、これ、HP 回復してもいいんだけど、いや、微妙だな。砂嵐が微妙な感じになっちゃったな、これで。混乱させてもいいけど、あ、でもリザードンを混乱さすという手もあんのかな。そうね、どっちがいいんだろう。でもそろそろ外れるよな、多分。あんまり自信ないな、もう。この後爆裂パンチを当てる自信は私にはないですよ。あの、これ回復から入ろっかな。120なら耐えそうだよな。ギリギリね。回復しましょう。眠られるんだよな。眠られんのか。いや、やるか。ガチャあかんしね。じゃあ爆裂パンチ入りでしょうね。爆裂パンチが外れて120以上受けるようなことがあったらもう永遠に頭突きしかなくなっちゃうけど、大丈夫かな。お願いですよね。ですよね。だと思ったわ。そろそろ外れるよね。188、どんぐらい。あー、待って、126。うわ、微妙絶妙すぎない。ワンチャン耐えるかなぐらいじゃない。ワンチャン耐えるかなぐらいか。待ってくれ、乱数でどうにかなんないかな。止まれ、止まってくれ。あー、止まらん。やるしかない。はい、 OK、 とりあえず突破。いやー、混乱引くしかないよ、もう。お願いもういいんだ、俺。もうレッド戦いいんだわ。あはー、負けたー。あー、そっかー。もうちょい HP 高い時にやればよかったかなー。ワンチャン耐えたかもね。もうやりたくないな。よし、そろそろ勝ちたい。まあ、リザードのダメージ分かったから、150ぐらい残ってる状態でガビオン倒せばいけるね。いけるのか。でもね、砂嵐と、続き2発と砂嵐でいけると思うんだよ。ダメージ。いや、だからさっきな、頭突き1発でもやっとけばよかったな。ダメージ見ればよかったね。あれ、見たんだっけ？もう忘れちゃったなんか。で、不思議花ね。ここ、いや、でもこいつ、マジこいつが、あれなんだよな。コンパレしてきてくれれば解決するんだけど。来てくんないのかな。お願いします。というか、あの、不思議花のさ、耳みたいなところを目って考えるとめっちゃカエルに見える。目を見ないで、目を意識しないで見ると、めっちゃカエルじゃん。なんか。はい、やりました。え、不思議花ってカエルだよね。え、違うの？わかんねえ。違ったらごめんなさい。穴ぼこまみれにしてやれ！よし！爆裂パンチの運だけはなんかめちゃくちゃいい。ほんで、わけわかね。わけわかだぞ、絶対。よう、やった！ラッキー。天は俺を勝たそうとしている。カビオンの時にめんどくさかったのがね、すべての範囲だったので、倒せよ、さすがに。あ、危ない。なんか危ない気がした、今。ゲーフィーの、いや、ここの最近ね、急所とかもやめてほしい、本当に。はい。あー、そのパターンあるんだね、やっぱ。ちょっと危惧してたんだよな、それに関しては。とはいえ、半分与えるもんね。半減したところでね、さっき一撃だったんで。関係ないです。まあ、カビゴン戦だるいなぐらい。だから砂嵐のタイミングをミスんないことが最重要。最重要効果。はい。カビゴンだるいな。リフレクター貼られてしまったら。まあ、とりあえず爆裂パンチ。いや、砂嵐しとこうか。いや、爆裂パンチかな。爆裂パンチしとく。当たるんだよな。こんなに当たるとちょっとリザードンの時不安だな。リザードンは爆裂パンチしたのか。リザードンは、いや、どんぐらいのダメージか忘れた、マジで
マジで覚えてないな。あ、ド忘れね、全然いいです。勝手にしてって感じ。寝てほしいな、先に。あー、頭突きで先制していく、牽制していこう。急所でも倒せないでしょう。あ、全然当たれない。ビビるぐらい当たんなかったな。はい。どんぐらい受けんだろう。思ったより食らう。え、これ眠らないんだったら勝てるんだけど、どうしよう。どうしようかな。砂嵐して、いや、思ったより食らうんだよな、なんで。麻痺か。いや、砂嵐だな。あ、それでも先制すんの。先制の爪かな、さすがに。混乱長えな、そんで。いや、でもさすがに次寝ちゃうか。たまにでも寝ないんだよね、あいつ。なんか知んないけど。ああ、寝るか。まあ、ちょっといい塩梅になるまで飛ばそうかな。ちょっと砂、微妙だな。砂嵐。ああ、でも頭突きで調節できるか。うん。いや、大丈夫か。うん。爆裂パンチで入って、飛ばすまでもないわ、多分。はい。爆裂パンチで入り、ワンチャン倒すか。ワンチャン、あ、ないのね。これまた砂嵐微妙になっちゃうな。やばい。ここで脇若出ればいいな。脇若。あー、出た。あー、落ちない。砂嵐何ターン目だっけ、これやべえ。これやべえな。どうしよう。砂嵐一旦残ってればいける。いや、いってるよね。3ターン目ぐらいだね、多分。頭突きですね、もう。はい。あれ先生取れないんだっけこれ。マジか。あれ俺全然記憶ないわ。え、先生してなかった。終わったじゃん。じゃあ。はい。あ、そうか。終わったー。終わりましたー。ああ、そっか、先制してなかったっけ？あれ、記憶違いだったな。はい、負けちゃった。ああ、一回やめましたね。ああ、リザードに負けたんだっけ？うん。まあでも、あそこだけ気をつければ、いけそうですよね、危ない。甘える、なんか甘える結局全然当たんなかったな。エーピーまで超えればいけるよね、多分。ガリザードン、解放者なんだっけ ?130 ぐらいあれば多分耐えるもんね。レベル上がれば、どうなんだ。はい。バナちゃん。まあ、結局、カメックスが運ゲーになるから、おまけなのに本編みたいになったな。なんかね、ここではどうしてもやってくれないな。あれ、ニコバレ HP 満タンだと雨乞いやってくれる印象あるんだけどな。雨乞いしてくれるんだとしたら自信でもいいんだよな、初手。いや、でも爆裂パンチだよな、普通に考えたら。 OK、 当たる。これだけの運はなんかすごいある。で、まあ、雨乞いか混乱ならいいという二段構え。ああ、オッケー。いや、待って、これ、倒さんな、多分。どうなんだろう。はい。これ倒さなかったらでも終わってんな、お願いします。今までは、雨乞いで攻撃するパターンはなかったから。あ、オッケー、やれる。あ、急所今。これ勝ちフラグだろ、多分。これは勝ちフラグですね。今日ね、12時過ぎから、これを取り続け、今、深夜1時44分ですね。まあ、今8時間ぐらい経ってんだけど、まあ、途中ね、アニメ見たりしながらやったからあれだけどさ。そろそろ勝たしてくれてもいいんじゃないの。
オッケー、ここまで来れば大丈夫よ。カビゴンでどうしようか。まあこれあれよね、砂嵐のタイミングよね。結局115はさすがに耐えるよね。ああやべ、外れた。あ、ド忘れか。何の意味もないですね。はい、オッケー。爆裂パンチどんぐらい当てるんですか。どんぐらい、半分いく、半分いくね。思ったよりいってる。危ない、急所で倒したら危なかったじゃん。危ねえ。いや、これ、ワケワカ回復、砂嵐、ワケワカが最高。あ、微妙だ。はい。混乱している。どう？あー、なるほど。だとしたら、オーケー、完璧です。これで、次も、混乱ならほぼ勝ち。お願い！ 3 連続頼む。あ、やった！これはいけそうだぞ。いや、俺、リザードンはもう、砂嵐、あれでもどうだ、え、先制したっけこれ、どうだっけ、いや覚えてない。いや念のため爆裂パンチか。じゃあはい、あ、先制しないじゃん、やば。先制しねえのこれ、マジかよ。いやでもまあ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 、え、なんなら耐えない、あ、耐えない、当てた、オッケー、ナイス。ここで当ててなかったら終わりだったもんね、実質。オッケー、混乱。で回復か。砂嵐で落ちないかな。はい。いや、ここでワケワカならほぼ勝ち。ほぼ勝ち！ほぼ勝ち！ほぼ勝ちです。これで次火炎放射急所当たんなきゃ勝ちだね、多分。頭突きで。俺の頭突き。あー、先制はしてくれない。あー、やばい、怖い。ドキドキしてきた。マジやめろよ。マジ、結構笑えないわ、急所で負けたら。さすがに、目開けられない。大丈夫？大丈夫だよね。あー、思ったより減ってて危なかったけど、やりましたー。お風呂入ったら一発でクリアできた。まあ、やっぱさ、あれ、空気入れ替えるって大事だよね。うん。なんかほら、ギャンブラーとかポーカーの大会で、お手拭きとかで一回手拭くと、勝つ可能性が上がるって誰かが言ってた。統計的に。はい。はい、まあそんな感じで2回目のエンディング、まあダッシュで終わらせましょう。終わらせようというか、まあ終わりですね。まあ、おまけまで見てくれてありがとうございました。まあ、80連まで行ったの久しぶり。あら、そうなんすいてたっけ。まあ分かんないけど、初代でこんな上がったの初めてか、覚えてないな、もう。まあそんな感じで、まあサンドパンね、まあ転がらなくてもなんとかね勝てることができました。まあ、泥かけでもね、よかったかな。誰が。砂嵐が。うん。まあ、とかいろいろあったけど、まあ、とりあえずね、こういう技構成でも、レッド、勝つことができたんで、まあ、サンド好きな人いたら、やってみてください。レッドはちょっときついけど、他は結構、楽しめました。はい、じゃあ、おまけもありがとうございました。バイバーイ。